そんなにいっぱいあるんですか。このハムハム食べます。これも食べない。これも食べない。食べたことないし、食べたことない。これとこれも食べたことない。友達から買ったの。これそれとそれだから食べたことない。これはいつも食べてる、うん、そう、これこれがいいんだけどさ、ひまわりがさいっぱい入ってるから。あ、そうそう。あ、じゃあもうこれいらない、うん、これいらないで、これとこれをメインでやってる。そんで、これこれで、ね、え、最近食べなくなった。うん、昔しか食べてない、うん、これなんなのこれ、これ食べてない、これ次食べまあ、これはこうやってあげると1日で食べない。食べないよね。でこれ開けたらどうやってあげてるの。開けたらお皿に入れたの。取ってお皿に入れる。残りは、残りはなんかもう草だらけになってるから捨てて、うん、カプセルごと入れてる。あ、カプセルごと入れてるの。あ、違う、出してばどこっと入れる。そしたら、絶対草に紛れて、もう1個食べない。これね、1個もいらないですね。1週間に1個。1週間に1個。そう、それぐらい。それぐらいが、これ15グラム入ってるから、1日1グラムぐらい。そうすると、残りをさ、冷蔵庫入れとくとか、ただね、大体でいいから14に切って冷凍してとかいいかもしれない。冷蔵庫だと1週間も持たないから。1日1グラムね。でこれがメインのフード。これも取れてほしい。これは食べてないね。これなし。これ何だ。ピューレ。これ好きですか。これ好きですか。これが一つに何グラム入ってるんだろう。なくてもいいんだけどね、これなくてもいいんだけど、大好きなの、これ。あ、そうなんですか。手に置いてもいいの。あ、6グラムだ。1個で6グラム入ってるから、やっぱり1本を1週間だね。それ大きいじゃないですか。1本6グラム入ってるから、やってもさ、1日1グラムだね。これもね。スイカの種。好きです。じゃあなしにしましょう。でひまわりの種は開けてないね。あ、開けるのあったんですけど、うん、あ、ないよ、ない、なくなった。ちょっとやめましょう。だからここにもひまわり入ってるから、で、はい、全般的にやっていいんですけど、ひまわりこれは食べるだけやっていいです、うん、でもまあ多分ね、そんなには食べないから、はい、3グラムを2回ぐらい、1日ね、2回1日の中にね、朝と夜でね。で、その中にひまわりをさ、ちょっと抜く。そう、ひまわりをですね、1日1個、1個で少ないか、1つ15粒ぐらい食べてます。うん、じゃあ3個にして、1日2個、だから朝1個、夜1個にしましょう。だからこの辺をやってあげてください。でこちらもやめていきましょう、はい、ちょっと長さ袋ちょうだい、1個。大丈夫。でメインはハムハムとハムハムね。それがメインで食べてほしい。じゃあこれそれは食べれば何個でも食べていいです。だけど多分一番味気ないかもしれない。